日本は韓国の足元にも及ばない。こう考えていたのは、数多くの名作映画に出演してきた俳優、ブラッド・ピットです。彼はある時、来日して新幹線に乗ることになりました。この時、ブラッド・ピットの頭にあったのは、韓国の高速鉄道系 TX です。韓国が誇る、この鉄道に並ぶものはないだろうと、彼は考えていました。しかし、実際に新幹線に乗ってみると、彼の考えは覆されます。日本の新幹線で、彼は何を感じたのでしょうか？ブラッド・ピットは、アメリカ合衆国、オクラホマ州出身の俳優です。大学卒業直前に、わずかな現金を持ってロサンゼルスに向かい、下積み生活を経て、スターの座に上り詰めていきます。日本では、ブラピの愛称で親しまれ、2001年公開のオーシャンズイレブンで、大いに話題をさらいました。2019年公開の、Once Upon a Time in Hollywood で、アカデミー助演男優賞を受賞。2013年公開のそれでも、夜は明けるで、プロデューサーとして、アカデミー作品賞を受賞しています。俳優としての名声のほか、プロデューサーの能力も持ち合わせる、まさにスーパースターだと言えるのです。そんなブラッド・ピットは来日した時、新幹線で移動することとなりました。親日家として知られる彼ですが、いくら仕事の移動のためとは言っても、日本の新幹線に乗ることについては、抵抗がありました。なぜなら、韓国の高速鉄道系 TX こそが、アジアで最高の鉄道だと信じ込んでいたからです。韓国では、KTX が最高の鉄道だと言われることが、たびたびあります。2004年に運行が始まったこの鉄道は、時速330キロで走り、今では、韓国全土に、くまなく路線を張り巡らせています。ソウルから釜山までを、2時間18分で移動することができ、これは従来と比べて、半分以下の時間短縮になりました。車両は、フランスの高速鉄道 TGV と、同じ技術が使用されています。韓国人にとって、この鉄道は自慢の技術であり、韓国に来たら、ぜひ利用してほしいと、太鼓判を押すほどのものでした。実際に、世界を飛び回る、ブラッド・ピットは、KTX を利用した経験があり、高速で移動できる技術は、確かに便利なものだと知っています。乗り降りの時に、面倒なセキュリティチェックなども不要で、待ち時間を取られることもありません。それに加えて、韓国のテレビでも、KTX は、アジアナンバーワンの高速鉄道ともてはやしていました。このような宣伝の効果により、彼にとって、KTX への信頼感は、何よりも強いものとなっていたのです。そんな彼が来日して、新幹線で移動することになり、強い不満を表しました。日本の新幹線なんかに乗らなければならないのか。他の手段はないの？マネージャーは、懸命に彼をなだめます。他の手段では予定に間に合いません。大丈夫。新幹線は日本で最高の高速列車です。安全で安心ですよ。しかし、ブラッド・ピットは納得できませんでした。最高と言ったって、所詮は日本国内でのことだろう。田舎の高速列車になんて乗りたくない。どんなに抵抗しても予定を変えることはできません。やむなく、彼は新幹線に乗ることとなりました。彼は、せめて物対策として、アイマスクとヘッドホンを持ち込むことにしたのです。こうした準備をしたのには、理由があります。飛行機をはじめ、どのような交通区間でもそうですが、高速での移動には、騒音や振動がつきものです。日本の新幹線の騒音や、振動を恐れており、移動中の疲れを、少しでも軽減させようと、彼は考えたのです。彼にとって、日本の新幹線は未知の乗り物、どれほど揺れるのか、騒がしいのかと、最大限の警戒をしていたのでした。座席に座るなり、目と耳を遮断する、ブラッド・ピット、眠ろうとするものの、緊張してなかなか気持ちが落ち着きません。もぞもぞと体を動かしているうちに、どれほどの時間が経ったことでしょう。やがて、彼は一抹の不安を覚えました。いつまで経っても、新幹線が発車しないのです。韓国では、せいぜい15分程度の遅れで出発していたはず。日本はいつまで待たせるつもりなのかと、苛立った彼はヘッドホンを外し、アイマスクをつけたまま、隣のマネージャーに話しかけました。おい、まだ出発しないのか、え？何を言っているんです。新幹線は、時間に遅れることがほとんどありません。仮に数分でも遅れたら、とても丁寧な謝罪が行われるほどです。ほら、窓の外を見てみてくださいよ。ブラッド・ピットが、アイマスクを外し、窓の外を見ると、そこには高速で流れていく景色がありました。まるで、映画のセットのようです。どうしてだ？騒音も振動も一切ないじゃないか。これが日本の新幹線ですよ。
彼には目の前で起こっている出来事を信じることができません。なぜなら、彼がアジア一だと信じていた。韓国の KTX は、振動がひどく、スマホを操作することすらままならないものだったからです。列車の速度が上がると、ジェットコースターのように揺れ動きます。また、トンネルに入るたびに、車内には騒音が響き渡ります。KTX は、フランスの高速鉄道 TGV の車両を使用していますが、フランスの路線には、トンネルがほとんどないのです。したがって、車両に騒音対策が施されていないのでした。ブラッド・ピットは、高速で移動するためなら、騒音や振動は、ある程度当然のことだと思い込んでいました。彼にとって、不快な思いは、高速での移動と引き換えに、ある程度織り込み済みだったからです。その上で、韓国の鉄道よりも、日本はもっとひどいに違いないと思い込んでいたのでした。しかし実際には、日本の新幹線の静かさはどうでしょう。窓の外を確認しないと、走行中かどうかわからないほどです。しかもよく見ると、座席も清潔で、広々としているのです。KTX では、進行方向に対して、後ろ向きの座席があります。空気抵抗を減らすために、車両の断面が小さくなっているからだそうです。座席を回転させるスペースを確保できず、後ろ向きの座席ができてしまうとか、いわば高速化を実現するために、座席の快適さが犠牲になっているのです。これも高速で移動するためなら仕方のないことだと、ブラッド・ピットは思っていました。もう一つ、彼を困らせたのは、車内のトイレです。韓国の古いトイレは、トイレットペーパーがうまく流れないことがあります。最近では新しいところはきちんと流れるようになっていますが、昔からの習慣で使用済みのトイレットペーパーをゴミ箱に捨てる人が一定数いるのです。トイレの中は見苦しく異臭が漂うため、トイレは KTX の欠点だと思っていました。しかし彼のマネージャーは、新幹線が走り出してしばらくするとためらいなくトイレに立ったのです。おい、車内のトイレは汚いんじゃないのか、何を言っているんです。日本のトイレは世界一綺麗ですよ。自信たっぷりのマネージャーの態度に本当かと疑問を抱き、怖いもの見たさもあって、彼はトイレに入りました。するとそこは移動中ということを忘れるほどの空間であり、清潔さが保たれていたのです。トイレの作りはもちろんのこと、それを使う人々のマナーの良さも感じられました。日本の新幹線には何の欠点も見つかりません。速さと快適さを見事に両立できており、移動手段としては、この上なく素晴らしいものだと確信しました。そんな彼のもとに、丁寧な態度の車内販売がやってきます。ここは飛行機のファーストクラスなのか、鉄道でこのようなサービスが受けられるとは思っておらず、戸惑いを隠せません。新幹線では、食事をすることができるんです。車内で弁当を食べることを旅の楽しみにしている人も多いそうですよ。マネージャーの説明は彼の想像を超えていました。日本人にとって新幹線は単なる移動手段ではなく、移動の時間すら楽しみに変えてしまうほどの価値を持っているようです。彼が考えを巡らせている間に、新幹線は音もなく停車駅に滑り込みます。すると、車両に向かってカメラを構える人が何人もいるではありませんか。はじめは自分が撮られているのかと身構えましたが、どうやら趣味で車両を撮影している人がいるらしいのです。こんなにも愛されている交通手段は他に思い当たりません。ここに来て、ブラッド・ピットは日本の新幹線こそがアジアでナンバーワンの高速鉄道だと認めざるを得なくなったのです。おまけに車窓から外を眺めると、次から次へと景色が移り変わっていきます。都会の風景もあれば、のどかな田園や山の風景もあり、全く飽きることがありません。彼は思わずマネージャーに抗議しました。おい、こんなに面白い景色が見られるならもっと早くに起こしてくれよ。マネージャーも苦笑して答えます。だって乗車するまではあんなに不機嫌で仮眠を取ろうとしていたじゃありませんか。彼の言葉がきっかけで二人は笑い、一緒に窓の外を眺めました。スマホで地図を出し、今はこの辺りを走っているようだと調べるのも楽しいものです。彼らにとって新幹線に乗ることは一種の楽しみにすら思えてきたのでした。日本の新幹線に関しては様々なコメントが投稿されています。車両開発も素晴らしいが、線路を作り保全する人々の努力も忘れてはいけないね。新幹線はまさしく日本の宝だと思うよ。日本の高い技術力の象徴ともいえる新幹線が多くの人に利用され便利さを提供していることは嬉しい限りですね。数多くの名作に出演し、
公私ともに一挙手一投足が注目されるブラッド・ピットですが、2022年の映画ブレッド・トレインの公開で日本に話題を提供してくれました。この作品は日本人作家伊坂幸太郎が原作であり、ブレッド・トレインは直訳すると弾丸列車、これには日本の新幹線という意味合いもあるそうです。やはりブラッド・ピットと新幹線には深い縁があると言えますね。ブラッド・ピット演じるレディバグはとにかく運の悪い男、超高速列車の中でブリーフケースを盗むよう指令を受け、気合たっぷりに乗り込むものの、次から次へと身に覚えのない理由で命を狙われます。彼を狙う人々は偶然乗り合わせたのか、それとも誰かに集められたのか、終着点の京都で真実が明らかになるという超大作です。今回の映画は日本の新幹線をモチーフにしたもの、宣伝にも力が入っており、2022年8月23日 JR 東海の協力を得て東海道新幹線ののぞみ号を貸し切りにします。なんと移動中の車内で記者会見を行うという前代未聞のイベントが行われることとなったのです。この企画は動くレッドカーペットと称して大いに話題をさらいました。3年ぶり14回目の来日を果たしたブラッド・ピットは他の出演者たちと共に新幹線に乗り込みます。しかも今回は単なる移動ではなく、映画について語る貴重な機会でもあり、滅多にできない経験となるのです。この時以前感じたような不安は全くなく、むしろ新幹線に乗れることが楽しみとなっていました。高速で移動しながら映画のプロモーションをするという企画も心から気に入っていたのです。新幹線の車内は特別仕様で装飾が施され、通路にはレッドカーペットが敷かれました。これにはブラッド・ピットも撮影現場の中にいるみたいと述べています。記者会見にはアーロン・テイラー・ジョンソンや真田広之、さらにデビッド・リーチ監督も参加し、豪華な顔ぶれとなりました。登壇者全員で記念写真を撮ろうとしたり、集まった記者たちにカメラを向けるというお茶目なシーンも、仲間同士で車窓からの風景を眺め楽しむことも忘れません。和気あいあいとした撮影現場の雰囲気が伝わってきます。ブラッド・ピットは共演の真田広之について、真田さんが参加してくれたことで優雅さが出て作品の格が上がったよと大絶賛しています。真田は手放しの称賛に照れながらも、ブラッド・ピットについて、最初に会った時から気さくで映画にかける情熱も素晴らしい、その空気感に包まれて撮影できたのが幸せでした、柔らかいオーラで全員を引っ張っていくという特殊なエネルギーを感じました、と彼の主役としての器を褒めたたえています。記者から新幹線を快適に楽しんでいますか?と尋ねられた登壇者たちはもちろん、超快適です。と前向きな返答。高速鉄道の中でプロモーションをするという興味深い企画を誰もが喜んでいるようでした。新幹線を通じて最高の体験をすることができたのです。新幹線が京都に到着してからも、ブラッド・ピットと日本との交流は続きます。京都駅長と顔を合わせると、彼は新幹線の乗り心地やスピード感を絶賛しました。特別な乗り心地だったよ。続編があったらまた乗りたい、と明るいコメントを話しながら展示パネルにサインをするブラッド・ピットには、かつて新幹線に対して抱いたような抵抗感は全く見られませんでした。彼は記者に対して、この映画を携えて日本にやって来られてことはとても嬉しい。私たちの日本に対する愛情を感じていただけると思います。と作品及び日本への愛着をアピール、さらには日本語でありがとうございましたと語ってくれたのです。これには日本の記者も映画ファンも誰もが大喜びしました。ブラッド・ピットはこの映画をきっかけとして日本をより深く理解することとなります。作中で彼の演じるレディバグは非常に運の悪い男という設定で、それが映画のポイントとなっています。今回の来日ではそれにちなんで、ブラッド・ピットは厄払いを体験しました。日本の寺でお坊さんから厄払いの儀式を受けた直後の彼は感動した面持ちでインタビューに臨みました。この度は並外れて素晴らしい体験をしました。正直厄払いがどんなものなのか、やってみたら楽しいんじゃないかと軽い気持ちで臨んだけれど、予想を上回るものでした。目頭が熱くなってしまったほどです。美しいお寺、美しい文化に触れることができて感動しました。感謝しています。彼の言葉は上辺だけのものではなく、日本の文化を尊重する気持ちが現れています。何度も日本に訪れ様々なものに関心を抱いているブラッド・ピットだからこそ日本の良さを感じることができるのでしょう。
彼は映画のプロモーションで来日するため、その目的地はほとんど東京に限られています。しかし、本当はもっと様々な地域に行ってみたいと話しているのです。今回、京都に訪れてくれたように、日本の素晴らしい場所をもっと訪れてほしいですね。その時はまた、日本が誇る新幹線に乗って、快適な旅をしてもらいたいものです。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。チャンネル登録グッドボタン、皆様からのコメントが励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。